阪神復活の S。 新藤波やろこいつ。公立校で無名のこいつを見出してここまで育つの予想してたスカウトすごすぎだろう。大谷に打たれたのを本気で悔しがってるのを見てこいつはまだ伸びると思ってた。最近もやんぼしてたんだよな。ドア開けるのも激痛で日常生活にすら支障が出るようになったから仕方なく受けた。リハビリで指トレしまくって押し込む強さも指先の感覚も別物になったらしいな。実際一軍戻ってきてからの再起って阪神の中でダントツのピッチングしてるよな。トミー・ジョンはいいぞ。投げる喜び。規定乗ってんの？乗ってる。奥川にも教えたれ。再起お前がエースや。無名校のこいつを発掘した阪神スカウト。能見さんが中学から見つけてたらしい。再起再登録されてからまだ自責一案。ようやっとる。奥川くん、君も阪神来たらトミー・ジョンやってこうやってスターダムに乗れるんやで。キャッチボールでプロ生活終わる気なんか。7回投げた再起より5回途中の北山の方が球数多いってどういうこと？再起昇格してから出力ちょっと抑えてるよな。代わりに質が良くなった気がする。再起ようやく覚醒したか。再起しか信用できん。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。